瓶で測ってるんですね。うん、というかこれで保存してるから。あ、何度ぐらいになるんですか？焼くときはそれか180度。180度。ああ、基本ケーキよね。はい、なんでそう端につけるんですか？うん、そやからシフォンは生地をそやから肩に貼り付けて安定させるから、はい、立ち上がった部分がそやからへこまへんように。あ、要するにここまで膨らんだらこっちの方が先やるときに壁にしっかり貼り付くから、はいはいはい、しぼまへん。あ、なるほど。それはな、時間計ってるんですか？うん、そのそうやろ。ガラケーですか？俺のせいから、あの初代ガラケーや。え、それこの横のやつは違うんですか？これは現役。あ、現役。だからこれは今そうやから、あのキッチンタイマー。あ、そうなんです。だからそうやけど、これはそうやから、あのカシオのこのジーズ。はいはいはい、はい。これは名機やから。ああ。あれをそうやから、あれや、落としたりとかしてもデータが飛ばへん。ああ、なるほど。うん、そうやから、これのメモ欄に。たくさん俺の秘密が入ってる。これは、それから大家さんとかあれやる昼ご飯の仕込み。はい、ああ、はいはいはい。そうですね、なんかバーテンしてそうです。お酒飲めへん。あ、そうなんですか。それは失礼しました。そうだから、もうあれの魚の井の頭五郎と一緒。二郎くんですか？二郎。いつから飼われてるんですか？もう10年ぐらいになるんかな。ツンデレ猫の高度なテクニックですか？それから家族の中で一人にだけ懐くみたいな。ああ、何分焼いてるんですか？秘密。秘密。これは何用のお皿なんですか？普段使ってるカレーとかピラフとなってる皿やけど、結構大きいですね。うん、いや、枚数がそれから少なかったから。あ、なるほど。だから今は買い足してこっちが軸になってる。
あ、こっちが。うん。これからバナナを買いに。え、ソース。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 
あ、卵黄が入ると立たないんですね。うん、それから膨らみがなくなるってことですか。泡立たへん。あ、あ、火の火力が弱すぎてもダメってことですか。いや、そうやから一本調子でやるんではなくて、はい、部分部分で強さを変える。あ、またプレーンとチョコは違うんですか、乗せるものが。かなり違う。がデミになってるんですか。うん、まだデミも使う。あ、それかオムライスにもハンバーグにもとんかつにも使うと。デミ系のソース、ソース。2回目です今日。ソース。
けたな。それなんでつけたんですか今。こねた。うん、カマキリの真似。